昨日佐渡市で開かれた講演会に訪れたのは侍ジャパンの栗山英樹前監督です。今年3月の WBC で日本を14年ぶりの世界一に導いた栗山前監督。会場にはおよそ1300人が訪れ、子どもたちからはその WBC に関する質問が相次ぎました。村上選手があまり打てていなかったのに代打を出さなかったのはなぜですか？信じてくれたよ。僕は彼の打ち方と技術含めて信じてました。WBC の舞台裏とともに栗山前監督が伝えたかったのは夢を追いかける大切さです。できるできないっていうことではなくて、自分を信じてやるって決めてやりきれるかどうかっていうことがいろんなことを巻き起こすという、そういう言葉がすべて WBC にもつながってたんで、試合での例を引きながら、そのことだけを伝えるようというふうに思って話してましたけど、はい、次の練習からも諦めないでやろうと思いました。自分の野球をやる上で大切なことを分かったし、役立つ知識とかもあったのですごく面白かったです。子どもたちは諦めない気持ちも学んでいたようです。